ここがランドソル。こんな夜なのに人がまだたくさん、どうしようかしら。私ティーナ、どこ見つけて歩いてんだボケ。おいてめえ、なんとか言ったらどうだこら。あの、その、あの、ごめんなさい。ああ、舐めてんのか。うん、おいおい、よく見りゃずいぶんピッピンじゃねえか、この姉ちゃん。えへ、よう、姉ちゃん、今のは許してやるからよ。おじさんたちと遊ぼうぜ。ガハハハ。あの、やめて。困ってしまいます。ガハハハ、聞こえねえな、姉ちゃん。私、大きな声を出すのは苦手ってか。心配すんな、俺ら騒いでも平気な店知ってるからよ。やめてくれないんですね。じゃあ、その死んでください。え？怖かった。やっぱり街の中に来るんじゃなかったかしら。酔っ払った男の人の声、客引きの女の人の声、はしゃぎ回る子供たちの声、それ以外にもたくさんの声がする。ひどい不協和音。お、何かしらこの声。赤ちゃんの泣き声。でも何かこっちから。あなた、そのどうしたの。迷子。ごめんなさい。私、泣いたらダメよ。
まうわ。こういう時はどうしたらいいのかしら。困ったわ。もういっそ、あら、あなた泣き止んでくれたの。私の言葉を聞いてくれたの。ありがとう。すごく素直なのね、あなたって。私ランファ、あなたは次は、聞いてくれる？私の歌。主様。え？あ、よかった。ご無事でしたか、主様。あなた、この子の、お知り合いかしら。はい、私は。はい、私は主様のガイド役にして忠実なるしもべ、こっころでございます。お、よしよし、心細かったのですね。大丈夫ですよ、主様。私がおそばにおりますからね。あなた、お母さんなの？そんなに小さいのに。でも若いとも限らないのかしら。エルフなら。あ、いえ、その、私は真なる母というわけではなく、立場上のママと申しますか。とにかく主様がお世話になった様子で、どなたかは存じませんが、本当にありがとうございました。いえ、どういたしまして。それじゃあ、さようなら。はい、さようなら。もう日も沈んでおりますので、お気をつけて。どうかなさったのですか？あなたたち、早くこの町を離れた方がいいわ。死んでしまうから。